ちは、大阪です。今日はどこに行くんですか？今日は中町でグランピングをやります。おー、っていうかグランピングって何？グランピングっていうのは手ぶらで豪華なキャンプができるすごいキャンプみたいなんです。え、2月にキャンプですか？テントで泊まるんですか？いや、大丈夫です。今日行くのは、キャンプパーク紀藤さんっていう超豪華なキャンプ施設でコテージに泊まります。徳島にそんな素敵なところがあるんですか？はい、マジ異次元です。楽しい、みんなも楽しみ。ちょっとこれ道なんかちょっとやばいんですけど、気をつけて。異次元ってそういうことですか？違います、ほんまに施設キャンプパークさんがやばいです。キャンプパーク紀藤の岩佐さんです。はい、早速ご案内させていただきます。よろしくお願いします。お願いします。そしたらこちらになります。おー、きれい。ダブルベッドが4つ入っております。で、こたつが今冬限定で、ね、こたつがあります。で、次はね、ここキャンプ場自慢の大浴場ご案内させていただきます。はい、よろしくお願いします。おー、内風呂なしの露天風呂となっております。すげー、開放感がすごいでしょ。これ外から生まれ見え。そうですね、生まれ見えです。覗くのはお猿さんか鹿かイノシシか、ね、ですかね。たく雨でもルンルンですか、大阪さん。可愛い傘で。可愛い。ここはね、はい、研修棟になってまして。あ、すごい広いですね。はい、川を見ながらね、研修ができるっていうね。いや、ちょっと待ってくださいね。はい。しようですけど。え？ちょっと待って。すごい。あずまちゃん、お腹すいたな。お腹すきましたね。うん、あ、今日の晩ご飯何？何でしたっけ？バーベキューです。絶対こんなってやったらないね。え、そんなベースとかいるんですね。あれとね、付け方が一応ありますね。生ビールもあります。今入れてくれてます。美味しそう、美味しそう。ありがとうございます。大阪さんの待望のビールです。イエーイ。いや、めっちゃキンキン。今からバーベキューです。イエーイ。乾杯。ご飯さん、肉焼いてもらっていいですか？はい、任せてください。焼かせていただきます。お父さん、まだ？もうちょっと待ってくださいね。まだ？焼かせていただきます。まだ？ちょっと焼けと。いける。これは。いけるいける。いきますね。はい、どうぞどうぞ。はい、それでは、いただきます。やるやないか。ありがとうございます。大阪さん、掘り投げんといてください。雑。多いね。後からこう広げるんでいきます。あ、おいしい。はい、こちらさん。はい。
味の宝石箱や。別に見せた。なんか言ってあげてください。じゃじゃじゃーん、柚子果汁と柚子の皮、これを焼肉のタレに入れて、味変できます。じゃーん、さっぱり。はい、フルーティー。物入れてから喋っちゃった。なんと冬にはこたつでお鍋ができます。じゃーん、うわー美味しそう。どう？めっちゃ美味しいです。マジで？どんな感じ？柚子とめっちゃ合いますよこれ。マジで？ちょっと聞いてみようかな。マジで？暗黒やな。いただきます。ふわふわの卵かけご飯って感じです。柚子がゆ、柚子のスライスしたのと柚子塩みたいなのが乗ってます。初めて見ました。結構しっかり味がある。この柚子のさっぱりしたのが朝にいいですね。美味しい。じゃあピザ体験をさせていただきます。はい、ペタッと押してもらって、ほんで棒でね、真ん中から奥についてもらって、このぐらいの大きさに広げていってくださいね。じゃーん、きれい。どう、全部ちぎれるかな。ちぎり始めました。ちょっといいですね。握り始めました。いや、なんか邪道やな。出たところを、粘土みたいな。粘土始めた、粘土始めた。2日やん。どうぞ、スペシャル。後藤ピザ燃えます。ちょっと残り少ないので勘弁してほしい。お腹完成。もう完成しました。うおー、美味しそう。私のが一番美味しそうですね。超ゆず。ゆずピザ初めて食べました。美味しいね。美味しい。来るたび、また来たくなるたび。を提供できるよう、スタッフ一同協力させていただきます。まず一緒に楽しみましょう。皆様のご来場お待ちしております。